はい、というわけでハロパパでございますね。タイトルがね、もう声やめようかななんてね。なんかツイッターで流行ってたんだよね。なんか流行ってたっていうか、ある人がなんかそのさ、まあ上手い方が、ある上手い人がなんかね、輪打ちを非難したところ、下手くそは輪打ちすんじゃねえみたいな。それに対してなんかいろいろ問答があったみたいなんですけど、なんかね、そんなタイトルしてみましたと。いやでもね、ちょっとね、まあ荒野もさ、まあ1年以上経って、まあ1年半ぐらいですかね、もう経って、まあそれなりになんか引退する人とかさ、ツイッター見てるとちらほら出てきてるわけですよ。なんかアカウント売りますみたいなね。でも、その皆さんにあのね、分かってほしいんですけれども、アカウント売買は基本的に違反ですから、違法です。違法というか違反ですからね。まああの、運営が認めてないことなので、まあ、おやめいただければなと思います。よいしょ。誰もいなくないここ。そう。で、あの、ちょっと配置変えたんですよ。で、前の配置は、画像出しましょう。ポン!こんな感じの配置なんですけれども、ちょっとね、配置変えましたね。ただね、だがしかしですよ。今の配置も、なんか、なんだろう、伏せ打ちとか、ちょっと練習しようかなと思ってやってるんですけど、伏せ打ちをしようとすると、あの、スコープ開いちゃったり。ちょっとね、スコープがね、邪魔なんですよね。まあ、スコープも使うんですけど、で、スコープ使おうとすると、なんかしゃがんじゃったりみたいな。ちょっと慣れない。まだ操作が全然慣れないんで、もう荒野やめようかな、みたいな。パワーワードすぎるような荒野やめようかなって。まあでも気持ちはわかりますよね。だんだんなんかさ、その、クララもそうだけど、あの、ゲームって洗練されていくわけですよ。で、なんか運営さんもさ、なんか e スポーツかみたいなこと言い始めたりするわけなんですよね。あの、クララの時もそうだったけど、まあ、荒野の時もそう、まあ e スポーツかね、2019年していきますみたいな感じで、まあ言ってるわけなんですけれども、まあそれってさ、その、メリット、デメリットがあって、メリットとしてはもちろんゲームのね、そのレベルが上がっていくことによって、なんかスター選手を生んだりね、まあゲームの会社の、まあゲーム会社っていうゲームのね、活性化につながるもんなのかなと思うんですけれども、まあデメリットの部分を言うと、そのライトユーザーっていうのはかなり、まあいなくなると。それかなりのね、デメリットなんですよね。ただメリットよりも大きなデメリットじゃねえかなって実際思う面もあるんですけれども、それがね、結構大きなね、まあ正直僕的にも大きなデメリットなんですよね。なんかすごくさ、今の荒野の動画って、その、PS 寄りの動画になっちゃってるでしょう、ネタ寄りっていうか。で、以前はさ、そのネタ寄りの動画が強く、まあ受けてはいたんですけれども、まあその辺でね、俺的にもね、結構打撃かなと思うんですよ。まあね、そうも言ってらんなくて、まあ自分的にも結構 PS を重視した動画ってまあ無理なんですけど、まあ底上げを、レベル的に底上げをしていかなきゃ、まあ皆さんに追いついていかないぞというところで、まあ配置替えをしたりね、まあいろいろとね、まあやり込んだりで、まあ頑張っているんですけれども、どんかそれかな。わかんないけど。まあ、ほんとね、しかもね、周りの敵はどんどん強くなってる最近。iPad を持ってることがね、普通になってきてるんじゃねえかって思ってんだけど。ちょっと待ってよ。ほんと誰もいないね。ほんと誰もいない。まあでもね、なんかね、難しいところでありますよね。このライトユーザーとヘビーユーザーというかさ、まあそのやり込んだ PS 勢が、なんかうまくね、溶け込むことができるようなね、企画っていうのを、なんか運営さんなんか考えてくんないですかね。どうしてもなんか運営さんのさ、公式企画になると、誰が一番強いのかみたいなさ、チャンピオンシップみたいな企画になっちゃうね。かといってなんかそのね、ネタ寄りにしてしまうと荒野女子みたいな、なんか女出してなんか再生数取るみたいな、なんかさ、なんかあんま好きじゃねえな、そういうの。じゃあどうすればいいの、大願案を出せよお前ってことなんだけど、ない。なんか難しいよね。ただ公式で PS 寄りの企画を出し始めちゃうと、もうネタ寄りの企画ってあんまり受けなくなってしまうものがあって、なかなか難しいですよね。で、PS 寄りの企画になってしまうと、やっぱりなんかさ、なんとか信者とかっていう信者が多くなってくるわけなんですよ、やっぱり。まあ、PS 特化してさ、その奇抜な発言をしたりする人っていうのが目立ってくるわけなんですよね。そうなってくると、あの、何がね、デメリットがあるかっていうと、まあそのメリットとしてはそのスター選手ですよね。そのスター選手って部分なんですけど、デメリットとしては、そのコミュニティが縮小してしまうっていうのがあるんですよね。その辺でなんかその僕もね、どういう風に今後していこうかなっていうのはね、悩んでるところであるんですよ。ここってそんなにちっちゃい集落だったっけ。おっと、クゴ式ありがとう。ここってそんな小さかったっけ。名前はないけどね。確かに名前はないんだけど、そんな小さい集落だったっけ、これ。まあいいか。もういないに越したことないわ。でもなんかね、まあたださ、その、なんか荒野やめようかなみたいなこと言ってる人って、多分、単純になんか、なんかにつけて理由をつけてるだけであって、基本的に飽きてきてる人なんじゃねえかなと思う。まあね、スマホゲームなんて基本的にね、1年持てばね、もうね、すごい持った方だと思うんですよ。まあパズドラとかね、めっちゃ持ってるけど、だからまあ別にそこまでね、まあやめてく人もいるでしょうというところもあるんですけども、まあね、まあ、新規参入、荒野の場合は、ドバドバ入ってる、まあ以前に比べたら少ないと思うんですけど、まあまあまあ入ってると思うので、まだまだ問題ないかなと思うんですけども、まあそれにしても PS 寄りの動画がもう今は受けに受けてますよね。なんとかさ、ちょっとネタ寄りに引っ張れねえかな。
ね、まあ、単純にまあやっぱり俺とかそのなんだろうネタ系の人も企画をねなんかやっぱそのすられた企画ではなく新しい企画をね出していかなくちゃいけないですよね。その辺でなかなか難しいんですけれども、まあ難しいとは言ってもいらんないんでね、なんか日々こう考えてはいますよね。でなんかさ、その最近なんか面白い動画出さなきゃなとか思ってんのすごく強くね。おっと車来た、ちょっと待って待て待て止まったぞ。どこだ、いた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 。めっちゃなんか、おっと、ちょっと待て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 、よいしょよいしょよいしょ、おっと仕留めきれない、ちょっと待て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 、誤作動する誤作動するんだけど、なんかスコープつけないでリーンしようかなと思うスコープついちゃうみたいな。これちょっと射撃場でちょっともうほんと潜り込むしかねえな。これどこだ、いない、回り込んだ説あるよね。ちょっと待って、向こう行ってみよう。いた、待て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 、危ねえ。ちょっと待って、これどうしようか。とりあえずどうしようかな、これ手榴弾で撃ちつつ、この距離やだな。で、爆発させて右回りをして、おっといた。ちゃんとこの人予想通りのところにいるね、この人ね。ああ、よかった。何の話だっけ、忘れたな、忘れた、うん、忘れたよな。さてさて、てかさ、配置これでいいですか。なんかちょっとコメ欄で教えてくれ、マジでマジでさ、配置どうしたらいいのか分かんないんだよね。でなんかそのさ、うまい人系ってさ 12.9 インチのなんか iPad とか使ってたりするの、だからちょっと違うんだ、手の位置だから、ちょっと悩ましいところではあるんだよね。以前さ、伏せるボタンの主張がすごい強かったから、おっと、また来た。なんだなんだ、この音は、この音は何、セダン、何これ、トラック、ジープ、ジープではないな。おっと、あれ止まってない、はい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 、ほら、おっと、おっと、いるな、ちょっと待って待って待って、どこ行った、どこ行った、え、どこ行った、あれ、え、いなくなったんだけど、いなくなったんだけど、今どこ行った、ちょっと待って、逆からも来てる、ちょっと待ってちょっと待って、下手なクソな俺でも練習すればできるようになるよっていうのを見せていきたいですね。どこ行った、さっきのやつ、いなくね、いない、結論いない。でもなんかちょっとラグっぽかったよね、なんかさ、ブーンつってたけど全然動いて、おっと、いた、待って、こっから狙えねえかな。おっと、降りた、ちょっとじゃあスコープなんか斜めスコープが効かない、ちょっと待って、もう撃とう、ほら死ねん、おー、ちょっな、たまげ、ちょっと待って、やばい、これはどうしよう、あー、裏にんな、どうしようかな、とりあえず投げ物バンバンですね、これ投げ物バンバンで古速な手口でいこう、古速な手口でいく、死んだまあ体力なくなってたよね今ね。オッケー、逃げる、いいっすね、いいっすね、物資潤う。さてマジで、でもね、俺もね、なんかそのね、ネタ系に振り切るみたいなことってさ、まあ本当にね、まあ難しいんだよね。ちょっと今後はまあね、そこそこまあ見てもいいかなレベルのね、技術をね、徐々にちょっとね、上げてくんで、ちょっとね、皆さんちょっと待っててください。マジでこのさ、配置なんか違う気がするんだよね、これじゃない感がすごい。リーンとか本当にもう触れない触りたくない、なんか物資拾う時にリーン押しちゃったりするんだよね。どうしたらいいの、配置難しいよね、配置ってね。敵はてか、さっきのセダンどこ行ったの、いなくなったの。おっと、このバイクが来た、ん、いる、え、見えないんだけど全然見えない、どっか行ったんだけど、どこやねん。ちょっと一回ちょっとさ、ちょっとセダンマジでどこ行った、え、なんか向こう側のなんか橋下とかにあんのかな、ないよね、え、どこ行ったんだろう。え、でもさ、これ最強のさ、この荒野最強ってさ、ラグじゃね、ラグがある時のセダンってマジで瞬間移動してくんだよね本当に当たんないから多分あれ。どうしようかなーってか、車ねえしなー、あ、バイクあるか、あ、ちょっと待ってよ、あそこにカートがあるから、カートで行くか。いやー、でもなんかね、仲良くしてほしいですよね、そのライト勢と PS で。あれなんですよね、仕事とかと一緒なんですよ。社長ってさ、例えば悪いかもしれないけど、社長ってさ、ね、働かしてやってるって思ったら仕事って成立しなくて、働いていただいてるっていう気持ちがなきゃ成立しないんですよね。セダン乗りたいな。あれ、ガスねえじゃん。ガスねえじゃねえ。こっちもガスねえし。待って、どうしようかな。そう、働いていただいてるっていう気持ちがないといけないんですよね、社長って。で、従業員は働いてやってるっていう気持ちはいけないわけじゃないですか。
働かせてもらってる。で、要するに何が言いたいかっていうと、歩み寄りだと思うんですよね、気持ちの。が必要だと思うんですよ。そうしないと、どっちかが、片方が崩れてしまうと、コミュニティって、本当にぶっ壊れてしまうもんなんですよね。なので、ちょっとそういう面はちょっと感じましたね。その、どちらかがさ、やっぱ俺様になってもいけないと思うし、まあ、ただね、その、発言をした人は、まあ、キャラでね、そういう発言をしたと思うんですけれども、まあ、それをね、真に受けてしまう人もいるということで、まあ、その辺はね、まあ、キャラ損な部分はあると思うんですよね。おっと、来たな。待て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 、もう突っ込むしかねえだろこれ。行くぜ、めっちゃ近い、 めっちゃ近い。おいしょ、はい、車を打つ。待て待て待て、逃げるか逃げるか逃げるのか。お、止まったね、止まったぞ。これ慎重に行こう、慎重に行こう。ん、お、車乗り換えた。オッケー、おらー、めっちゃ当たる。危ない危ない、来た来た来た、待て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 、危ない待て待て危ない、やばいやばいやばい、ガチ勢ガチ勢、ちょっと待って、ガチ勢、危ねえ、ガチ勢やんこの人。あんなんダメでしょ、乗り出し打ちとかしたら。めっちゃ怖、危なかったな本当に。車ダメージ入れといてよかったな、危な。よしよし、いい感じいい感じ、もうなんか絵的にいい、なんか3キルの仕方だから、負けたくないよなんか。慎重に行こう、ここから。あと残り9人、こっからっすよ。どうしようかな、ガソリン持ってるから入れるか。あれ待てよ、さっきのセダンさ、ガソリン入ってなかっただけだよね。これセダン入れた方がいいでしょ。ちょっとさっきのとこ行こう。これ遠いな、地味に遠いな、これ地味に遠い。タイヤパンクしてなかったよね、多分パンクしてたら積むんだけど俺。まあでも僕はね、まあ親は読めないんで。最近やっぱ楽しくてしょうがないんでね、 iPad にしてから。やっぱね、まあ、スマホやってる人ね、 iPad ね買った方がいいって気楽に言うけど、5、6万するよね。 iPad Air でも6万ぐらいするんだよね。もう高えよな。なんかそのさ、荒野動画を出したての頃よりも全然ハマってる今のが。出したての頃はなんか片手間でやってた気がするんだよね、なんか俺。今は普通に楽しんでるというか、ガチですね。ダメージもそんな受けてないし、ま、もう最高じゃないこれ今、状況的には。あと5人、あれちょっとあるんじゃねこれ、あるんじゃねこれ、この配置変えたから。配置変えてでもやりづらくなってるけど今現状。前のがね、シンプルイズベストだったからね、本当に。なるほど、どうしようかな、どこに落ち着きましょうか。車で全員ロードキルっていう手もあるな。あー、ここいいですね、そこにいましょう。よし、最後の決戦だ。あと残り4人。いや、これめっちゃいい位置じゃねこれ。めっちゃいい位置取れたんだけど。ワンチが変わるまでは、とりあえずここに持っててもいいかなっていう。あ、いた。いらっしゃった。ちょっと抜こうぜ、あれ。スナイパー行こうぜ。あ、しゃがんだ。よいしょ。しゃがんだらダメよ、そこで。そこでしゃがんだらあかんよ。多分、あれだろうね。アンチギリギリのとこでなんか隠れようとしたんだろうね。申し訳ないです。うえ、もう一人じゃん。え、もう一人いるんですけど。ちょっと待って待って。一発で行きたい。よいしょ、オッケー、きたー。いや、めっちゃいいな、これ。めっちゃいいな、これ。2発で2人仕留める。最強やん、俺。俺最強すぎないこれ、今のちょっと。いや、いいですね。もう、賞賛の雨あられ。こっからですよ。あと2人。あと2人どうしようかな。まあ、車あるんでね。まあ、そこまで焦んなくてもいいかなと思いますよね。とりあえず、アンチ決まるまで待ちましょう。まあ、言うてね、まあ、こうやってさ、まあ、その、人と人とのさ、コミュニケーション結構強めのね、まあ、モンストとかと違って、結構コミュニケーション強めのゲームなんで、ほんとね、皆さんね、ダメな点はね、補い合ってね、言っていただければなと思いますよね。まあ、上手い人はね、下手な人もなんかフォローするとかさ、下手な人は、なんか、なんだろうね、頑張ろう。結局上手い人がマウント取るのかな、わかんないけど。まあ、なんか、上手いことやりたいですよね。あ、アンチが、そんな感じ？ちょっと待ちいいよ、これ。まあ、ただ車あるんで、別にそこまで焦んなくていいかな。いやー、ちょっと手汗かいてきた。また落ち着け、落ち着け。手が震えてきた。あと2人。これは行きたい。もう5キルなんだよ。負けたくない、マジで。まあ、残った2人なんで、まあ、ちょっと強めですよね、割と。うわー、アンチ来たな。ん？いた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 。うわー、ミスるか。偏差ができたねーな。よいしょ、当てる。いいね。スナイパーいい感じです。おっと？なんか死んだな。よし、当てる。勝ち気だー、来た。ちょっと待って待って待って、落ち着け。落ち着け。ここは落ち着いていこう。落ち着いて、ちょっとどうしようかな、こっから。よいしょ。あ、やべえ。あ、これ、やべえ、やらかした。やらかした、これ。あ、し、やだやだ、やめてやめてやめて。やめて。落ち着け、落ち着け。この岩裏は隠れらんないのか。なるほど。あの、なんか平べったいとこいけないよ、これ。よいしょ。伏せる。オッケー、あぶねえ。あぶねえな。よし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 。待って待って待って、すんげえ撃たれてる。ちょ、待って待って、これは負けられない、これは負けられない。ここはちょっと慎重に行こう。めっちゃ撃ってんじゃん、向こう。どうしようかな。投げ物するか。全然届かない。全然、全然届かないし、これ。まあ、とりあえず投げとく。威嚇、威嚇、これ。これ、威嚇。
あ、右の木行きたいな。ちょっと待って、どうしようかな。右の木行くにはどうしたらいいんだ。あー、すげえ、すんげえ打ってる。待って待って待って、すんげえ的確になんか、あー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 あああああ、本当に。とりあえず威嚇だけしといて、まいったな。どうしようかな、もう走るか。やばい、このもうラチ開かないよね。アンチ的にも負けてんだよな多分これ。いくか、 OK。 やめてやめて、危ない危ない、痛い痛い痛い、普通に当たる、普通に当たっとるよ。よし、こっからだ。アンチが、まあアンチ入ってないよね。いやー、突っ切らないといけないか、これはきついな。まだ行くか、覚悟決めるな、覚悟だ。あー、もうど、なんでドット開いちゃうんだよ。リンができない、リンができない。配置変えよう、これダメだこれ。配置良くなるかなと思って変えたらダメだこれ。また変えよう。あー、アンチ来ちゃった。もう突っ込むしかない、行け、エイムを頼る、オラ、オッケー。あぶねー、怖えー。はい、というわけで、まあね、本当にPS 系もね、ライト勢もね、みんなで楽しんでいきましょう。バイ。